中日中田翔、巨人でのいい思い出は特にない。白状者、なんやこいつ、嘘でもなんか栄養裏切り者。FA 拳で拾ってもらったこと忘れてるな。やはり人は変わらない。こいつやっぱ頭おかしい。巨人が拾わなかったら今プロにいないよな。栗山と原には足向けてねんなよ。もしかして人間性に問題あったりする？早く射程作らないとまた暴発するやろ。魚かすわらわらで草。山口と同じ性格してんな。栗山と原の男気を無下にするとか大谷でもできないやろ。ないやろな。ベンチで孤立してたし、誰も近づこうとしない。秋広だけやったな。中田ってビッグマウスの割には乙女やから村田とかぶる。勝手に来て空気悪くして出て行った。巨人もこいつ来てくれてよかったなーって思ったことないやろな。無料で拾ってもらって、長島から指導受けた時点でいいじゃねえか。なんやこいつ。中日辞める時も同じこと言いそう。人間として尊敬できないタイプ。所詮チームメイトを怪我させる勢いでオーダーするようなやつやしな。今阿部が必死で秋広についてるの。絶対中田嫌いだからだよな。さあ犯行だって時に移籍してきて、みるみる日がしぼんでいったのが中田の思い出。名古屋界隈で中田が30本100打点クリアできる風潮っておかしくない？もともと巨人嫌いならしゃあない。アンチ巨人っぽいよな。なんか巨人は中田が移籍時だけ B クラスだったらおもろいな。ご視聴ありがとうございました。